ロバート・ミラバルはニューメキシコ州のアメリカ先住民、タオス・プエブロ出身のミュージシャンで、ダンサー、フルート奏者及びフルート製作者、そして俳優。制作したフルートはスミソニアン協会のアメリカ・インディアン博物館に展示されている。ワールド・ミュージックの第一人者として知られ、プエブロの楽曲トロックなどの現代音楽を融合し、世界中で演奏活動を行っている。 2002年にアメリカの公共放送 PBS が制作したドキュメンタリーライブビデオ Music From A Painted c a ブス e は先住民音楽のルネッサンスマンと呼ばれるカリスマ的な名声を不動のものにした。今も故郷のタオスに暮らしながら音楽活動を続けている。日本の和太鼓や能楽の大鼓とのコラボも積極的に取り組み何度か来日している。 1966年、ニューメキシコ州プエブロの居留地に生まれ、母と祖父母によって育てられる。プエブロのティワゴを話し、19歳でフルートを作り始めた。学校では、クラリネットサックス、ピアノ、ドラムの演奏方法を学んだが、伝統的なプエブロのフルートに自分の音楽のルーツを見つけると、有名なネイティブアメリカンのフルート奏者。 カルロスナ海に遭い、大きな影響を受けた。セネガルのギタリスト、カーボベルデアンのドラマー、ハイチのキーボード奏者で構成される多文化バンドで演奏し、ニューヨークに移住すると、ヒップホップ、ファンク、R&B のサウンドに没頭した。1988年、デビューアルバムを録音した後、ワーナーウエスターも経て、シルバーウェーブレコードと契約を結んだ。最初のプロジェクトは、 一般的にネイティブアメリカンのフルートと打楽器で構成される伝統音楽が中心であり、初期のアルバムの一つ、ラントは、もともと二人の日本の前衛的なモダンダンサー A こと、エイコとコーマのために作曲され、彼らはタオス周辺の土地の印象からインスピレーションを得たダンス作品を振り付けた。同郷の友であり、10年以上にわたって共演を続けるプエブロのドラマーのレーナルド・ルーハンが、 先住民のドラムと現代楽器のドラムをミラバルが日本の和太鼓を打つことで多重的な音楽が生まれるという彼らのパフォーマンスは高い評価を受け日本、ヨーロッパ、アメリカをめぐった。1997年、ルーハンと共に先住民の音楽とロック、ファンク、その他の現代音楽と伝統音楽を融合したアルバムミラバルをリリース。1998年、 アメリカの公共放送 PBS のミュージカルダンスプロダクションの公演、スピリット、エージャーニーインダンス、ドラム、ソングのサウンドトラックを作曲したことにより、全国的に名前が知られるようになる。2002年、PBS がミラバルのトライバルな音楽とロックフュージョン音楽とダンスパフォーマンスを融合させたドキュメンタリーライブ DVD、ミュージックフロム。 A Painted c a b e s を制作し、多くの視聴者に熱狂的に受け入れられ、ランドマーク的なワールドミュージックアルバムとなった。1994年、シ刺繍スケルトンオブ、A ブリッジを出版している。世界的な音楽活動を続けながらも、生活の拠点は大都市ではなく、常にニューメキシコのタオス・ペブロであり、父として、 また農夫として、自然の中にあるタオスでの暮らしを続けるほか、タオスプエブロの伝統的な儀式に関わり続けている。ありがとうございます。